リボンチャンネル。あ、おはよう、神山さん。ごめんね、早起きさせちゃって。柔道部朝練なんだ。そんなの別に。これ。あ、俺のシャツ。これ、着て。神山さんが小さいから。おお、すごい綺麗。アイロン。すごいね、神山さん。普通だよ、そんなの。じゃあ、行こっか。何なんだろう。この人は。あら、おはよう。おはようございます。神山さん。神山さんは小さくて可愛いね。俺が守るよ。あぶねえ。そんなキモいことは言ってなかったでしょ。だってマジで送り迎えしてくれるとかイケメンすぎ。あんたが好きになるのもわかるわ。だから好きとかじゃないって何回言えば。ねえ、ひかるくん、明日何時に来るの？私も会いたい。犯人扱いしてたくせに。よかったね、ニナ。だから違うって。あんたがアイドルだった限り、どの学校でも嫌がらせは避けられないと思ってたから。あの学校にも事務所に写真を送ったり、ひかるくんのカバンに入れたやつがいる。だからニナのことを守ってくれるヒカルくんに会えて本当に良かった。あの人は妹のことがあったから。別に私が特別なわけじゃない。あの人はきっと誰にでも。でもヒカルくんは特別だよ。何？そういえばありがとう、サイン。妹めっちゃ喜んでた。あ、ちゃんとその辺で会っただけって言っといたから。それは心配してたよ、神山さんのこと。え、レンレンは元気だったってずっと聞いてきてさ。人の心配してる場合じゃないだろって。だからよかった。やっぱり神山さんは立夏のヒーローなんだ。俺のいる学校に来てくれてよかった。あれ、女の子はヒーローって言うのかな。私も今の学校に来れてよかった。寝てる。まもなく海東高校前。なんで今、次降りるのに。ヒカルくんは特別だよ。ピュアクラはさ、売れるために男向けのグラビアの仕事もやってきたじゃん。今でも結構言われるんだよね、握手会とかで。男に体見せて稼いでるくせに気取るなって男から。おかげで私も結構な男不信だわ。でもヒカルくんみたいな男の人もいるんだね。あんな空気がふわふわしてる人。ふわふわ。うん、ふわふわしてる。この人は誰も傷つけない。私のことも。最後まで動画を見てくれてありがとう、ポシュ。チャンネル登録よろしく、ポシュ。グッドボタンやコメントも待ってる、ポシュ。リボンチャンネルは毎日更新中。これは毎日見るしかない、ポシュ。
次の動画も見てね。